高野山のですね、慈祖院というところに来てますが、これはあの空海の、母上様のですね、お亡くなりになった場所でございまして、そのまま母上様がですね、あの弥勒菩薩様になられたということで、弥勒菩薩が、ここに本尊様ということで祀られておると、ここが本堂というでございます。国宝ですね。それでこれは秘仏ですので、三十数年に一回ということで開眼されるということで、はい、ここがまず高野山のですね、まあ長石石の一番始まりの180なんだけれども、ここが一番始まりだということで、これから180番目まで歩きたいと思いますので、じゃあどうもありがとうございました。お寺様ありがとうございました。ではここが本堂ですね。弥勒菩薩様が祀られているところですね、はい、ではこのあれですね、180、まあ、いわゆる高野山、のですね、まで続く長石石っていうのがあるんですけれども、そこの180番目がですね、一番最初がさっき のお堂から始まって、その一番目 の石っていうのがこの階段の鳥居の右手前にあるということで、そこまで歩いていきたいと思います。なかなか大変ですけどね。ああ、危ないですね。なんか急ですよね。はい。ここですね。これですね。これが180番目ですね。180番目の長石石ということで、これですね。ああ、ここにお賽銭も上がってますね。はい。180番目。なんか割と分かりますね。180って書いてあるのがね、分かります。これが長石石です。はい。はい、これからですね、いよいよ高野山への道が始まりますので、その第一歩ということで、まずは長石石、180番目の長石石にご挨拶してから、それから高野山への道を始めたいと思います。ではここはこれでおしまいです。